Huh? まだ早いし、どこかへ行く？言ってなかったかしら。じゃあ手短に言うわね。地下にはもともとたくさんの工区があったんだけど、ここ数年列海の侵食が広がったせいで多くの鉱脈で採掘ができなくなったの。私たちが行こうとしてる工区は比較的侵食されていないわ。家を食われた流浪者どもが拠点にしたほどだから。流浪者といえば大抵はおとなしいんだけど、人が増えれば中には喧嘩好きなやつも出てくる。そしたらそういうやつらは甲府たちと3日に一度やり合って彼らの物資まで奪っていく。まあこれは子供の遊びみたいなものだけど、でも今回は違った。2日前に突然甲府と流浪者の間で大規模な衝突が起きたの。それはひどいありさまだったわ。甲府は地下にとっての命綱よ。地髄の供給を保ってこそ地上と物資を引き換えられるんだから。事態を収めようとボスは遅延を甲府に駐在させて私に町の治安を任せたの。状況はどんどん悪化してる。私も支援に行かないと。地下にはもともとたくさんの工区があったんだけど、ここ数年列海の侵食が広がったせいで多くの鉱脈で採掘ができなくなったの。私たちが行こうとしてる工区は比較的侵食されていないわ。家を食われた流浪者どもが拠点にしたほどだから、人が増えれば中には喧嘩好きなやつも出てくる。そしたらそういうやつらは甲府たちと3日に一度やり合ってか。でも今回は違った。2日前に突然甲府と流浪者の間で大規模な衝突が起きたの。
コークはチカにとっての命綱よ。事態を収めようとボスは遅延をコークに駐在させて。そうだ、あんた、あんたの処遇はボスに会って決めてもらうからね。いいわ、私もちょうど仮想部を率いる人と会ってみたかった。ふん、いいでしょう。あんたもその目で仮想部の惨状を見届けるといいわ。あれ、お医者さん？ナタまでここにいるなんて、予想以上に事態は厳しいってことね。来てたのね。ボスは？ゼール、それに散歩のお客さんたち、もうゼールと知り合ったのね。オレグは見かけなかったわ。コーフたちによると人を連れて奥へ行ったらしいけど。コーフとゴロツキの間で激しい衝突が起きて怪我人が出たと聞いたから助けに来たのよ。この人たちはみんなコーフやその家族たちよ。ことを起こした人たちを探しに来たの。もう少し先へ行けば流浪者たちの拠点なんだけど、今は入り口を封鎖してる。怒りに満ちたコーフに復讐されるのが怖いんでしょうね。どうしてこんなことになったの？第一採掘チームがものすごい広さの地髄鉱脈を発見したんだって。見積もってみたらこの30年間で一番多い埋蔵量だったとか。マジ？そんなでかいニュース全然聞いてないわよ。みんな秘密に従ったからよ。多くのコークが劣化に侵食され仕事をなくした。このことが公になったらコーフたちに大混乱を引き起こすわ。でも流浪者の目は騙せなかった。このことで採掘チームを揺すろうとしたんだけど、それでコーフたちも我慢の限界が来た。確かにそれが地下のルール。でも流浪者たちが見たものにも所有権があると騒いで、結局激しい衝突が起きてしまったの。ひどい惨劇だったわ。で、君たちがここにいるのは問題の解決を手伝うため？いいや、それが目的ではないわ。ボスに会いたいって言うから私が連れてきただけ。頼み事があるなら手を貸すぐらいできるわよね。うちらがすごい功利主義の人に聞こえる。へえ、それは親切に。
私は君たちを心優しい人だと思うの。見ての通り、チカは今厳しい状況だわ。もしよかったらここの住民たちを助けてあげてほしい。ピーク、やべえ、あいつまだ中で寝てやがるぞ。あんたはじっとしてなさいよ。ナターシャ先生に休めって言われたじゃないの。また傷口が開いたらどうするわけ？ピークならエレインが連れ出してくれるから、あの子を信じなさい。エレインも出てきてないのかよ。ダメだ、早く行くぞ。まったく、余計なお世話だっつーの。遅延がとっくに入ってったわよ。夫を見かけませんでしたか？背が高くてスラッとしていてかっこよくて。姉さん、こんな時にまだ冗談かい？もうやめてくれよ。と思うの？そちらが甲府名簿を統計しているみたいだったから聞きに来ただけよ。ああ、じゃあここで旦那さんの名前を書いといて。こっちに来るな！この道は通さないぞ！誰も入ってくんじゃねえ！そんなところに隠してどうする？甲府で起きたことを知らないのか？
俺らとは関係ねえ。あのチンピラどもと一緒にするな。中に怪我人はいるか？こっちには医者がいるから怪我人だけでも外に出したらどうだ。うまいこと言いやがって。お前らの中に嫌がらせしようとしてるやつが絶対にいないと保証できるか？絶対に通さねえぞ。あいつら。アントニア監督に言ったのによ、あの流浪者ども俺らと一緒に採掘させるんじゃないって。あいつらのせいで俺らはこんな目に遭ってる。もうやめてよ。みんな大変なんだから、こんな時こそ助け合うべきじゃないの？あんたのおじさんがリベットタウンから逃げ出した時も流浪者だったでしょ。あんたはそういう人を追い払おうとしてるのよ。あれは俺の身内だ。他の流浪者なんか知ったことか。新しく発見された巨大鉱脈、あそこが衝突の中心になったところよね。さ、上がって見てみましょう。力になれるかもしれないわ。いや、こんなところでよく寝れるね。すっごい。ほら、起きて。お尻にキノコが生えちゃうよ。何？キノコスープ？キノコスープはどこだ？え？ジェールさん？こんなところで寝るなんてありえない。命が惜しくないわけ？さっさと休憩所に避難しなさい。避難？あ、そうだ。どこぞのゴロツキが現れて採掘チームとやり合って、俺すごく眠かったからすぐそいつらに捕まっちゃってさ、遅延が助けてくれなかったら今頃きっと丸裸にされてた。奥に行ったんじゃないか。鉱脈の方はとっくに武装したゴロツキどもに占領されちゃって、俺たちみたいな一般人じゃどうにもならないからな。遅延がないと大航空は完全に奴らのものになるだろうな。どうやらボスはすぐ前のようね。あんたは休憩所に行きな。またチンピラに絡まれないようにね。あ、起こしてくれてありがとう。休憩所に戻ってまた寝るよ。あの子、第一採掘チームのエレインよ。急ぎましょう、怪我をしてるかも。怪我したの？ゼール、ありがとう。大丈夫よ、ちょっとくじいただけ。ちょうどいいところに来てくれたわ。あの流浪者たちにずっとロボットのことを聞かれてたの。本当に知らないのに。
あ、まだ中の状況を知らないのね。大コークの行動はすでにロボット軍団に占拠されたの。採掘チームも流浪者も近づけないわ。3つ目の勢力、ロボットが現れた。人間同士の戦いってちょっとありきたりだなって思ってたんだよね。ロボットがどこから来たかもわからないのか。最初は採掘機械の故障かと思ったんだけど、あのロボットは採掘チームの資産じゃなかった。どこから湧いてきたのか、急に私たちと流浪者を取り囲んで行動への唯一の道も塞いでしまったの。きっと採掘チームの人じゃないはず。採掘機1台でもしんどいんだよ。なのに同時にあれほどの数を操作できる？無理な話ね。じゃあ答えは一つね。スバローグ。スバローグ？聞いたことあるような。ファイトクラブで倒したロボットは覚えているか？あ、そうだ、スバローグさんのロボット。スバローグってどんな人なの？説明すると長くなるわ。要するに厄介者よ。まずは他の人を探しましょう。エレイン、自分で休憩所に戻れる？大丈夫よ。ゼーレも皆さんも気をつけてね。人類に敵対するロボット、こんなの初めて。ロボットは何があっても人類の命令に従うんじゃなかったの？地下にはね、あんたの知らないことがたくさんあるのよ、お嬢様。このエレベーター壊れたのか？なんで反応しないんだ？もういいって。降りたところでどうするんだよ。ロボットに殺されたいのか？でもこのまま引けば儲け話はどうなるんだ？バカ誰が、コーフたちから奪えばいいじゃねえか。この目で見たぜ、地髄を袋に入れるところをな。今がチャンスだ。ナイスアイデア。採掘チームを狙うなんてズーズーしい。片付けが必要みたいね。なってないわ。ラッキースターは誰かな？うちってばなかなかやるじゃん。いや、この機会を逃さないで。不利になったら尻尾を巻いて逃げ出す。所詮その程度ってわけね。あれ？これなんだろう？さっきの人の落とし物かな？何これ？ビビ、使用可能なユーザーを検索。ビビ、声紋を検出。声紋の ID 情報を取得。なんと、よそ者なのですね。どういう状況？これが喋ってるの？それにうちらがここの人間じゃないって分かってるみたい。この世界の技術ではないだろうな。見ろ、外角にスターピースカンパニーのロゴが入っている。もしかしたらかつて宇宙を旅した人々がここに残した骨董品かもしれない。あなたたち全員骨董品です。ビビ、いい、もういいです。よそ者、あなたたち
ちはスターピースカンパニーを知っているのですね。それならいいのです。ピピ、自己紹介。私はホーム用探索機リチャード、バージョン 0.63 専門型デラックスエディション、あだ名はチャーリーです。ホーム用探索機？カンパニーってそんな商品も出してたんだ。ピピ、本機はノーハスキャンモジュールが破損しています。本機もスターピース電機にお持ちいただくと、お約束の保証期間232年と84日以内に無料保証メンテナンスが受けられます。よそ者、スターピース電機に私を持って行って修理に出してください。なんだ、壊れてるんだ。どうする、一緒に持っていく？それでいいのです。何か探し物があるときはチャーリーに声をかけてください。意味はない。誘った覚えはないけど。星の祝福をあなたに。うちってばなかなかやるじゃん。この機会を逃さないで。星々が私たちの名を記憶してくれる。どけ、騒ぎを起こしたくはない。怖くない怖くない。ラッキースターは誰かな。うちってばなかなかやるじゃん。いや、この機会を逃さないで。星々が私たちの名を記憶してくれる。
あっちが騒がしいね。喧嘩してるみたい。状況を確認しに行こう。弱い者ばかりを狙う癖して、スバローグの手下どもの前では何一つできないんだね。根性っていうものがありゃしない。ふざけんな、ロボットとやり合ってどうする。お前らこそ善人ぶって、こんだけの地髄を独り占めしようとしただけじゃねえか。この鉱山はもともと私たちの縄張りよ。甲府たちが一生懸命働いている時、あなたたちは何をしてたの。食って寝るしか脳のない豚どもが人様のものに手出ししようとするなんて、この恥知らず。恥知らず、飢え死に仕掛けてるのに恥知らずだと。ああ分かったぜ、俺たちが全員死ねば食いぶちが減ってさぞ嬉しかろうや。まったく話にならないわ。まあよかったわね。おかげさまで鉱脈全体がロボットに占領されて、どっちのものでもなくなったじゃないか。ああ、鉱脈は諦めた。だが忘れたか、玉を込めた仏が今誰の手にあるのか。何するつもり。警告だよ、遅延が近くに。遅延とうるせんだよ。奴らは今スバローグの手下とやり合ってんだから、お前らをかばってる暇なんかねえぞ。体に穴が開くのが怖かったら持ってる物資を全部出せ。あいつらやるつもりよ。あの甲府たち武器を持っていないはず。おのれ。こんな時に英雄ぶってんじゃないわよ。私も行く。私も行く。あいつらの好きにはさせない。おっと、これはまたどちら様で。ここが誰の縄張りか知らねえのか。おだまり。少なくともあんたたちのじゃないわよ。さ、全員でかかってきな。こっちは急いでるんだから。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。今さら後悔しても遅い。礼儀の待ってないお客さんね。ラッキースターは誰かな。うちに出くわすなんてついてないね。いや、即戦即決で行こう。くらえ。ゼーレ、よく来てくれた。もう少しで。ザ子供が。あんたたちが無事で何よりよ。そうだアントニア、ボスを見かけなかった？オレグさん、彼なら人を連れて行動に向かったわ。侵入してきたロボットを駆逐するって言って。もう随分経つわね。遅延がいない隙に乗じてチンピラどもが暴れてるのよ。やはり問題点はスバローグのロボットね。普通のロボットに自己意識はない。奴らの目的はすなわちスバローグの目的よ。スバローグはシルバーメインが離れた後に突然現れ、すぐに下層部の一部を制覇した。
彼は人類の守護者を自称してるわ。主のない全てのロボットは彼の命令に従う。そして炉心を占領して誰も近寄れないようにしている。どうしてこんなことをするのかは誰も知らない。スバローグは滅多に炉心を離れないけど、下層部のどこかで騒乱が起きれば彼はそこに現れるわ。ロボットを支配する人類の守護者、そんなの聞いたことない。へえ、あんたたち喧騒者も全知全能ではないのね。二人ともいちいち険悪にならないでよ。先に目の前の問題を解決して。コークの行動が危ない状態みたいだけど、中には入れるの？ええ、放っておくわけにはいかないわ。ボスたちがまだ下にいる。ポンコツなんか怖くないんだから。おお、もしかしてゼーレに実力を認められちゃったり？正直なところ、あんたたちの腕前は悪くない。遅延の者がみんなあんたたちのように戦えたら、スバローグに抑圧されることもないでしょうね。アントニア、採掘チームを入り口まで連れて行ってナターシャと合流できる？問題ないわ。ゼーレたちこそ気をつけて。この先にはロボットがたくさんいるはずだから。ことになって自分の面倒を見るのにも精一杯なのに、他人のことなんか知らないね。流浪者たちから聞いた話じゃ、スバローグは炉心の近くで流浪者のキャンプをずっと守ってたって言うから、いいやつかと思いきや、ちこんなことを起こすなんて。私を責めるつもり？まあいいでしょう。疲れて怒る気力もないわ。家をなくした流浪者とはいえプライドはあるからね。ずっと人様からの施しで生きることはできない。本当に彼らを救いたけりゃまともな仕事をやるのが正しいやり方でしょ。だから採掘チームに入れたわ。私が悪かった？家をなくしたのも他人の厄介になるのも望んだことじゃないわ。地下の苦しい生活が憎い。頼れる奴らだよ。遅延がいなけりゃここもリベットタウンみたいにモンスターに占領されてたでしょうね。私はもうチームを連れてナターシャ先生のところに行くわ。あなたたち気をつけてね。風に言わないで。さ、近づいてみるわよ。完全に塞がれちゃってるね。どうする？この校舎をドカーンってしてみる？
ちなさい。これは採掘チームの資産だから勝手に壊すわけにはいかないわ。直す方向で行きましょう。そう言われてもどうやって直せばいいの？仮想部の人間なら校舎の構造くらい知ってて当然。私が見てみるわ。本体とシャーシをつなぐプラグと後ろの輪軸ベアリングが壊れてる。きっとスバローグの手下の仕業ね。交換できる部品を探さないと。本当に時間の無駄。良き友人、何か探し物ですか？チャーリーがお手伝いします。これ自分から飛び出してきたんだけど、壊れてるんじゃなかったの？ピピ、脳波スキャンモジュールは破損していますが、手動入力検索機能は正常に作動しています。どうぞ探している対象物の名前を入力してください。チャーリーなら捜索を手伝うことができます。ふーん、そんなに自信があるならちょっと試してみよっか。入力画面は あった。校舎のプラグ、校舎の輪軸、確認、これでいいの？ピピ、要求を処理中。ピピ、マッチング成功。紛失物品、校舎のプラグの捜索を開始。ピピピピ、類似物品を発見。オウム用探索機安全使用ガイドに従って捜索を開始してください。真実性、信頼性を保証するものではありません。詳しくはスタービー、いつスターピース電機に行かれますか？チャーリーがカレンダーにリマインダーを生成します。ビビ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか？ビビ、あなたの検索履歴からおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか？ビビ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナからおすすめ商品を推測。人型自走戦術レンジはいかがでしょうか？ビビ、いつビビビビ、類似物品を発見。今回の捜索は終了。スリープモードに移行します。どれどれ、この部品はなんとか使えそうね。この探索機なかなかやるじゃない。これがチャーリーの実力です。めっちゃ便利じゃん。これからは炭鉱が迷子になってもチャーリーを使えば簡単に探せるんじゃない？ビビ、現在のところ有機生命体の捜索はサポートしておりません。
詳しくはスターピース電機にお問い合わせください。悪くない考えだが、今は残りの部品を探すのが先だ。ビビ、紛失物品校舎の臨軸の捜索を開始。ビビビビ、無事物品を発見。ホーム用探索機安全使用ガイドに従って捜索を開始してください。ビビ、スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。あなたの頼り、ビビビビ、無事物品を発見。今回の捜索は終了。スリープモードに移行します。これで部品は揃ったね。助かったよチャーリー。ビビビビ、どういたしまして。スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ビビ、捜索完了。スリープモードに移行します。ホーム用探索機を充電してください。ラッキーだったね。チャーリーがなかったら部品を探すのに半日かかってたかも。それは大げさだと思うけど、確かに便利だったわね。よし、それじゃあ戻って校舎を修理しましょう。ゼーレがやるの？私以外に誰がやるわけ？仮想部の人間は何をするにも自力でやるの。あんたたちも見習いなさい。じゃない、あんたたち全員温室育ちで力仕事はできないと思ったのに。出発進行。前の行動はすでにロボットに占領されてるわ。気を抜かないで。スバローグの犬で間違いないわ。怖がることないわ。前にもあんなのを倒したことがある。行くわよ。下手に動くな。星の選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっはっ。ルールは破るためにある。あげる。礼儀の待ってないお客さんね。はい。
動かないでね。今祝福してあげるから。始めようか。くらえ。痛くも痒くもない。逃がさない。星の祝福をあなたに。ほら、即戦即決でいこう。やっ、殴ったね。ないけど避けてね。うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。始めようか。くらえ。いや、逃がさない。うちの出番。即戦即決でいこう。殴ったね。これで万全だ。やっ。せっ。はっ。礼儀の待ってないお客さんね。ラッキースターは誰かな。ほら、始めようか。うちに出くわすなんてついてないね。くらえ。過ぎ去ったことは重要ではない。いい感じ。近くで見るとより壮観だね。これを掘り尽くす日まで地下が持ちこたえられるか。
この機会を逃さないで。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。平均採掘効率に基づき、この鉱脈はデロブルグのエネルギー供給を231日維持できる。誤差範囲は7日間。だが私をここへ呼んできたのは鉱石のためではあるまい。あなたの考えを言ってくれ、クラーラ。スバローグに見せたかったの。たくさんの流浪者と甲府が怪我を負った。ここの人たちを助けてあげられないかな。双方の争いは止めた。採掘エリアもしばらく制圧が可能な状態。検討結果、30日間突然の変数が発生しない限り大規模の衝突は起こらない。それは分かってる。でもクラーラはこれじゃ足りないと思うの。採掘チームも支援の皆さんもスワローグの本当の思いを分かってない。みんなのためにもっといいことをすれば。私の使命は仮想部を守ることだ。少数のサンプルから信頼を得る必要はない。人類の行為はいつも論理的な計算から逸脱する、クラーラ。彼らがここに現れたのがその証拠だ。蹴りも一緒につけるわよ。所属のゼーレか。あなたたちの抵抗に意味はない。仮想部に残るのが最良の生存戦略。計算結果は明らかだ。
計算結果だの生存戦略だの、あんたのくだらない話を聞いてる暇はないわ。さっさと手下どもを引かせなさい。痛い目に遭いたくなければね。見ろ、クラーラ。このように過酷な生存環境においても人間は分裂し逃走する。でもスバローグ、計算結果を覆そうとする人間は下層部生存戦略の多大なる脅威だ。計算完了。結論は一つ。最も効率が良いのは武力で遅延とその仲間を屈服させることだ。あの赤い服の女の子はどうなるの？ロボットに連れて行かれちゃうよ。行くぞ、クラーラ。外部からの変数が出現したから計算をやり直す。炉心を守るものが必要だ。ミルズ、お願い、あんまり痛くしないで。そろそろ雑魚に飽きてきたところよ。ちょうどいいわ。付き合ってあげる。始めようか。ルールは破るためにある。うちのとっておきを食らえ。うちに出くわすなんてついてないね。ほら、生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふっはっ、己を解き放つ準備はいい？陽動も霊落も全部争いに意味はない。騒ぎを起こしたくはない。
即戦即決で行く。くらえ！手ごわかった。スバローグにはこんな手下が一体どれだけいるの？たくさん。だから遅延も彼を放っておくしかないの。スバローグの勢力は大きすぎて私たちじゃどうにもならない。クララ、気にすることないわ。いつもスバローグの後ろについてる子なの。スバローグは彼女を傷つけたりしないから。私も初めて会った時は理解できなかったけど、今ではもう当たり前の光景よ。さて、ボスを探しに行くわよ。その必要はない。よくやってくれたな、ゼーネ。さっきは四方から現れたロボットに襲われて長い戦いになると思ったんだが。ボス、みんなは無事？怪我したりしてないわよね？無事だ。とっくに慣れてるさ。ややこしいロボットの群れもいなくなったことだし、しばらくの間、コークは平和になりそうだな。それで、隣にいる者たちは？ああ、こいつらね。散歩がどっかから連れてきたよそ者よ。遅延に頼み事があるらしくて、一緒に来たの。ほら、説明は自分でして。そんな話は久しぶりに聞く。覚えておこう。遅延は誠実な友を歓迎する。で、こうまでして遅延を訪ねてきたのは何か目的があってのことなんだろう？上でそんなことがあったのね。面白いじゃない。これは今までにないことだ。遅延が地下のことでバタバタしてるときによそ者が手助けに来るとはな。お前らが言う性格、これは俺も聞いたことがない。だが現地の人さえ知らない秘密といえば、ある人物を思い浮かべる。今の大守護者はペテン氏だ。言葉巧みに下層部を騙し、俺たちの命などちっとも気にしない。そこまで。これ以上大守護者様を侮辱するとは私が許さない。上層部の娘さんよ、耳障りかもしれないが、これが真実だ。信じられないというなら町の人に聞くがいい。この十数年間どう生きてきたのかもな。下層部の恨みは二言三言じゃ説明できないぞ、シルバーメインの小娘。だがここはお前の意思を尊重して大守護者の話はやめるとしよう。では本題に戻って、俺が思いついた人物はスバローグだ。スバローグってあんたたちの敵じゃないの？地下のロボットがどうしてそんな重要な情報を握っている？敵？俺はそう思わんな。
このお兄さんが言ったように、あれは冷たい機械だ。自分の計算しか信じてない。スバローグは遅延の敵ってわけじゃない。正確に言えば俺たちのことなんか眼中にないのさ。奴はかの戦争を経験した古のロボット。古いものを探すならあれほどいい情報源はないだろうな。確かにこの世界は数百年前、レギオンに襲われたことがあるね。ロボットは忘れることがないからな。スバローグでさえ性格の存在を知らないなら、俺たちは力になれない。なら、スバローグと会話のチャンスを作らなければならない。それか、メモリーを渡してもらう？うちらで探してもいいし。どうすれば？俺たちもずっとヤツと交渉しているんだが、毎回拒まれていてな。ヤツは遅延は脅威だと信じ込んでるんだ。だが、お前たちなら話が違ってくるかもしれない。まあ、何とも言えんが、具体的な方法は明日にでも話そう。もう遅いし、お前らも疲れた。俺が手配してやるから町に帰って休むといい。また休憩なの？この世界の休憩にはトラウマが。それからシルバーメインの小娘、二人っきりで話したいことがある。いいか？腕前だったわね。私が必要な時はいつでも言ってちょうだい。そう簡単にはいかないわ。ただいい人なのかもって思っただけ。まあとは実際の行動を見てから考えるわ。口だけじゃなくってね。そうだ、もう一度確認しておくけど、あのブローニャってお嬢様、本当にシルバーメインなの？兵まで率いてたの。なかなか偉いじゃない。ただシルバーメインはみんな冷たくて、下層部を見殺しにするような連中かと思っていたけど、彼女はちょっと違ったわね。雑談はこのぐらいにしましょう。まだボスに報告したいことがあるから、これで失礼するわ。なかなかの腕前だったわね。今日は一日走り回って疲れたわ。ひとまず休みたいから、また明日、あんたたちのとこに行くわね。そうだ、もう一度確認しておくけど、あのブローニャってお嬢様。いや、確かにいい腕前だったわ。厳しい訓練を経てきたのがわかる。ただシルバーメインはみんな冷たくて、下層部を見殺しにするような連中かと思っていたけど、彼女はちょっと違ったわね。雑談はこのぐらいにしましょう。まだボスに報告したいことがあるから、これで失礼するわ。お前か、若造。話なら手短に頼む。ここは雑談する場所じゃないからな。やつは旧時代のスマートロボットで、地下が建設された時から存在してる。
俺が知ってるのはこれぐらいだ。今のあいつは炉心に打ち込まれた頑固な釘みたいなもんだ。多くの流浪者がその近くにキャンプを設営し、奴の保護を求めてる。事の経緯ならナターシャから聞いてるだろう。コーフと流浪者が鉱脈をめぐって争い、その後スバローグの手下がみんなを追い出したんだ。見ての通り、スバローグは皆を追い出すと現場を離れた。奴は鉱脈に興味などない。俺から言えば乱暴で人情味に欠けた手段ではあるが、奴は地下の騒ぎを止めたんだ。人がいなくなれば衝突もなくなると言わんばかりにな。お前らを追っていたシルバーメインだと聞いたから仲も悪かろうと思ったが、もしやあの小娘が心配なのか？ほう、協力関係ね。了解した。安心しろ、困らせるようなことはしない。シルバーメインが消えてから随分経つからな。地下の住民として聞きたいことがあるだけだ。もうこんな時間だ。お前らも早く町に帰って休め。支援、流浪者、スバローグ、下層部の変化は私の想像をはるかに超えている。シルバーメインが離れた後、地下に一体何があったの？ごめん、私と何か話したいことがあった。痛いわね。彼から誘ってこなくてもきっと私の方から会話しようとしたわ。地下の住民としていろいろ私に訴えたいことがあるんだと思う。そしてシルバーメインとして私はいろいろ確認しなければならない。それだけ。オレグの話によれば、あれは700年前の戦争に参加したことのあるロボット。人類に近い知能を持ち、地下の機械を全ている。幻想者たちは昔、かの戦争で驚くほどたくさんの機械兵士を作ったけれど、そのほとんどは激しい戦争で壊れてしまい、技術も残されていない。オレグの言葉が本当なら、スバローグは旧時代の幻想者が残した遺産。そう、覚えてないわ。私は厳格な軍事訓練を受けたから、どんな状況でもどんな兵士とでも協力して戦える。ゼーレの才能なら認めるわ。私たち確かにうまく手を組んで戦えた。でもそれだけよ。気遣ってくれてありがとう。先に町に帰っていて。私もオレグとの話が終わったら帰る。まだ早いし、どこかへ行く？あ、
あら、あんたたちがオレグさんの客？ゲーテレストランへようこそ。あ、上層部の立派なゲーテホテルを見たのね。嫌な思い出が蘇ってきた。あそこはレストランの支店よ。数百年前、ゲーテ家の先祖が何の元でもなしに事業を起こしたの。自分はいつか成功するって信じながらね。で、その夢はやがて叶い、地上にも支店を開いたってわけ。夢を叶えるために努力したんだ。なんだかうちらも頑張らなきゃってなるね。オレグさんからはよくもてなしてくれって言われてるわ。はい、ルームキーよ。一番くつろげる部屋を用意したからゆっくりしていって。ねね、どうする？もう寝る？それとも周りを歩いてみる？まだ早いし、どこかへ行く？そろそろ会計しようか。ふん、天気が。味は普通ね。まだ早いし、どこかへ行く？もう寝る？それとも周りを歩いてみる？やっと一休みできそうだね。今度こそ無事に朝を迎えられますように。あのオレグっておじさん、誠実そうな人だったよね。二人はどう思った？計りがたきは人心とか言わないんだ。
いつも理屈を並べ立てるわけではないからな。俺の思うに警戒は怠らない方がいい。うん、炭鉱の言う通りだね。この前もホテルで裏切られたばかりだし。ならば今夜の見張りを決めるとしよう。見張り？そんな前時代的なことやるの？あれってファンタジー小説の冒険団がやるようなことでしょ？急に眠気が。お前も疲れているだろう。無理はするな。俺がやる。私にやらせて。ブローニャ、オレグさんとの話は終わったの？意地悪なことをされてないよね。大丈夫。でも話がうまく噛み合わなくて納得できない部分もあった。一度に大量の情報が頭に流れ込んできたから今夜は眠れそうにないの。もし私のことを信頼してくれるのなら見張りは任せて。信頼してないわけじゃないけど、ブローニャを一人にするのが心配で。だってシルバーメインの一員だし、うちらよりトラブルに巻き込まれる可能性が高いでしょ。確かにその可能性はあると思う。シルバーメインはここの人たちに苦痛をもたらしてきたから。もし誰かがカカリア様を止めていてその結果を教えていたなら。いや、今さらこんなことを言っても意味はない。心配しないで。遅延のオレグは身の安全を保証すると約束した。彼のような人物ならきっと約束を守ると思う。だからあなたたちは早く休んで。
あの子を失ってしまった。私の願望も貴様らが言う計画も何の意味がある。黙りなさい。私の娘だったのに、たった一人の魂のない貴様らに何がわかる。永遠にわからないわ、永遠に。そなたは彼女を失っていない。彼女は向こう側でそなたを待っている。新世界トゲ死後者また、あの声が聞こえる。不気味な夢。もう眠れそうにない。散歩にでも行こう。ここにいるのは誰？なんだ、あなただったの。次は後ろから近づかないで。私が武器を持ってたら怪我を負わせていた。あなたも眠れないの？わかる気がする。考えるべきことが多すぎて、その不安が悪夢になって現れているんだと思う。今は誰もいないし、この機会に一つ聞いてもいい？もし性格を見つけることができたら、確実に寒波を止められるの？そんなに自信あるんだ。逆に不安になってきた。子供が雪だるまを作るみたいに簡単なことじゃないと思うけど。本当はあなたたちの言葉をそう簡単に信じられそうにないの。ベロブルグで生きる人にとってあまりにも想像ができない話だったから。カカリア様の命令こそ、つまりあなたたちを捕らえろという命令こそが私にとって合理的なものだった。でもカカリア様は最初そういった命令を下していなかったのも事実。きっとあなたたちの中に何かを見てしまったんだと思う。私には見えていない何かを。このことが私を悩ませている。何があったのかはわからないし、急に態度を変えた理由も不明。でも命令は命令、軍人は命令を疑ってはいけない。弁解の余地をくれるんだ、ありがとう。でも私自身も何度か疑ったことがあるの。最終的にいつも責任感の方が勝ってしまうんだけどね。これまで上層部の兵士たちが前線で何人も命を落としてきた。それでも劣化の広がりは一向に止まらない。カカリア様は全てのシルバーメインを前線に移動させた。上と下を往来する道を封鎖し、供給と地髄の交換を行う道だけを残した。そして私もその決定を受け入れた。まさかシルバーメインを失った下層部がこれほどまでに苛烈な環境になるなんて。
お母様の判断は間違っていたのかもしれない。でも私ではあの方の考えを変えることができないの。過去に進言もしたけど聞き入れてもらえなかった。もうどうしたらいいのか私にはわからない。それはダメ。そんな恐れ多いこととんでもない。絶対にあってはならない。考えれば考えるほど迷走してしまう。進むべき道がわからなくなるの。私はただベロブログの民に良い暮らしを送らせてあげたいだけなのに。あなたの言う通りかもしれない。私ももう少し考えてみる。ねえ、散歩に付き合ってくれる？下層部を歩いてみたいの。今はしばらくこの悩みを忘れたい。こうやって歩くのはいつぶりだろう。まさか知り合って間もない人と慣れない街を歩くことになるなんて。ここは静かすぎて少し落ち着かない。周りが静かだと頭の中の騒音が大きくなる。流浪者たちが罪のない採掘者たちを襲ったのもきっとやむを得ず仕方のないことだったんだと思う。ただ理由はどうあれ悪事に手を染めたことは事実。こんな複雑に絡み合った状況の中で秩序を守る者はどう公正と条理の天秤を守れば。手持ちの物資はどれくらい持ちそう？今のはゼーレの声。見に行きましょう。分かった。リベットタウンまで行って物資を取ってくる。でも一人じゃ危ないわ。オレグに行って誰か人をよこしてもらったら。おじさんたちだって何日も寝てないんだし休ませてあげないと。それに無理してついてこられても足手まといになる。あんたも言ったでしょ、ひどい怪我を負った甲府がいるって。今は一刻を争う事態だから。なんで休んでないの？てかこんな時間に何してんのよ。まさかやましいことでも企んでるんじゃないでしょうね。眠れないから散歩していただけ。証拠もないのに決めつけるのはやめてくれる？あっそ、じゃああっちに行って。待ってゼル、この人たちなら君の力になってくれるかもしれない。前の航空事件で負傷者がたくさん出てしまったの。それで診療所は常に満員状態。君たちが騒ぎを収めた後から私とゼーレは負傷者の治療にかかりっきりなのよ。
君たちも知っての通り、地下の資源は豊富じゃない。そして診療所の医療物資も残りわずかだから、どこかで調達しないといけないの。まだあいつのことが分かってないの？重要なことほどあいつを頼っちゃダメ。コークに流浪者が増えたのも、劣界が地下にまで広がったのが原因よ。あちこちうろついてるモンスターどものせいで、どの町も被害を受けてる。生きるために必要な設備も劣界に飲まれてしまった。その中から何かを取り出そうとすれば、命を落とす危険だってあるんだから。興奮しすぎよゼーレ、体に良くないわ。私もゼーレもこの町で育ったわけじゃないの。北にある工業の町から来たのよ。今は町の中心部がほぼ劣化に侵食されているわ。もともとはそこで孤児院兼診療所をやっていたんだけど、侵食が発生して仕方なくこのボルダータウンにやってきたってわけ。より多くの人を治療するには自分が生きていなきゃいけないでしょ。つまり侵食された町から使えそうな物資を集めればいいってこと？それなら私にも手伝わせて。あなたも一緒に来るの？疲れてるみたいだけど。待ちなさいよ、許可した覚えはないわ。人命に関わることなら人手が大いに越したことはないと思うけど、私も劣界には入ったことがあるし、きっと役に立つと思う。ふん、じゃあ足手まといにならないでよ。ゼーレは拒んでいないわ。君たちの同行を認めたようね。大勢で行ってくれるのなら私も安心できる。じゃあ必要な物資をリストアップしてあげるから待ってて。行き先はリベットタウンよ。北の参道に沿って行けばすぐ見えてくるわ。まずはそうね、骨を固定する鋼板と包帯が切れそうなの。リベットタウンの中心部に市場があるんだけど、住民たちが避難するときまだ品物が積んであったわ。そこを探してみるといいわね。次は医療用アルコールこれは孤児院にたくさんあるわ。子供たちがしょっちゅう喧嘩してたからね。避難するときにそのままにしてきたから探してみて。ただ期限が切れてないといいけど。最後は鎮痛剤、古い実験室に在庫があるはずよ。懸念点はモンスターに破壊されていないかどうかね。これらがあればひとまず十分だわ。ただくれぐれも気をつけて、無理はしないように。鋼板と包帯、医療用アルコールに鎮痛剤ね。覚えたわ、任せて。夕方までには帰って来られるようにしましょう。怪我人たちの治療が終われば、やっと私も患者たちの悲鳴地獄から解放されるわ。私たちがここに来てなかったら本当に一人で劣界に入るつもりだったの？そうだけど。何よ大げさね、とっくに慣れてるから平気よ。あまりに無謀。シルバーメインの軍機では劣界の調査は4人1組で行うことになってる。その上専門の通信官を同行させる必要もある。
はあ？何言ってるの？今あんたも言ったじゃない、それはシルバーメインの軍機なんでしょ。それを私に押し付けないでちょうだい。君たちが来てくれなかったら、ゼーレは一人で列海に行くことになってたわ。こういったことを処理するのは初めてじゃないと知っていても、あの子がモンスターと戦うところを想像すると心配でたまらないの。これまであの子の成長を見届けてきたんだもの。この先もずっと無事であってほしいと願うのは当然でしょ。ゼーレは昔から意地っ張りで衝動的で、知らない人からすると近寄りがたい子だったわ。でも背中を託せるいい子よ。しばらく付き合えばきっと君たちにも分かるはずだわ。